ポワ村長にもこのようなマジックショーがあればさぞかし歓迎されることでしょう。確かにね。そうだ、私が学んでみるのはどう？物を消すことができれば部屋の掃除にも苦労しなくて済むし。お嬢様はそのようなことを気にかける必要はありません。すべて私の役目ですから。それもそっか。すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。あ、いや、オイラたちはリネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてからここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので。ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。これで公演現場の見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。ひひ、すっごく楽しみだな。